ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、冬フェスの心得というテーマでお話ししたいと思います。僕の動画では楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標としてチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。で、本題なんですけど、年末にかけていよいよ冬フェスの時期となってきました。大きなところではメリーロックパレード、レリオクレイジー、カウントダウンジャパンがあり、その他にも2月ぐらいまでのものは冬フェスと呼ばれるのかなと思います。また冬フェスの特徴としては、寒い時期なので屋内での開催が基本となります。で、僕の動画では春フェス、夏フェス、秋フェスと持ち物、服装の動画を上げていて、冬フェス分も作ろうかと考えていたんですが、冬フェスに関してはそんなに準備をしなくてもなんとかなると思っているので、今回は持ち物、服装を合算させた内容として冬フェスの心得という形でお話していきたいと思います。まず先ほどもお話した通り、冬フェスは屋内での開催なので、普段ライブに行っている方にとっては、ライブ時間が1日中と長くなっただけというようなイメージでもいいのかなと思います。持ち物としては最悪手前でもなんとかなると思っているんですが、必要なものを挙げていきたいと思います。はじめにチケットは当然必要で、最近は電子チケットが主流となっていますが、紙チケットの場合もあると思うので、遅くても前日までにはどのタイプのチケットかを確認しておくと、当日に紙チケットでバタバタコンビニで発券しなくてはいけないということにはならないのかなと思います。次は財布で、これに関しても大丈夫だと思いますが、現在キャッシュレス決済が進んでいるとはいえ、会場内の人の多さによる電波の悪さによって繋がりにくくなったりで、もたつくことも可能性として考えられるので、現金もある程度は持っておくことをお勧めします。また稀だとは思いますが、今年の夏フェスで物販が全て現金のみで、すごく困ったことがあったので、そういう場合もあるということを頭に入れておいた方がいいと思います。続いてはスマホです。これに関しても大丈夫だと思います。電子チケットの場合は当然必要になってくるし、PayPay など財布代わりにしている方も多いと思います。チャージが必要なものに関しては、事前に確認しておくと安心です。そして次はモバイルバッテリーです。個人的には今回の持ち物の中で、チケット、財布、スマホを除くと、最も重要なのかなと思っています。スマホのバッテリーの状態にもよるかもしれないですが、会場で1日中過ごすことと、人の多さによる電波の悪さによって、電池の消耗はいつもより早くなると考えられます。フェスによっては前方エリアの抽選に当選した方は、会場でスマホでの提示が必要だろうし、友人知人と一緒に来た方は、連絡を取り合うためにも、充電切れは避けたいところだと思います。会場では充電コーナーがあるところが多いと思いますが、その場から動くことはできないだろうし、混雑していることも考えられます。なので念のためにモバイルバッテリーがあると安心です。ちなみにモバイルバッテリーはミリアンペアアワーという表記で、ざっくりした目安だと 5000mAh ごとに1回の充電ができるというものです。容量が大きければその分重くなるんですが、個人的には 5000mAh だと心もとないので、10000mAh のものを使っています。また遠征の方にとっておすすめなのは、モバイルバッテリーと充電器が一体型になったもので、これだとモバイルバッテリーと充電器を別々に持ち運ぶ必要がなく、荷物が一つ減ることになります。ちなみに僕が最近買ったのは CIO という日本のメーカーのもので、ガジェット系 YouTuber の方も紹介していたりします。次は感染症対策を含む衛生用品です。マスクは汚れたり、紐がちぎれることもなくはないので、予備は必要だし、アルコールスプレーや除菌ティッシュ、ハンカチ、ティッシュもあると安心です。また、会場内にゴミ箱はあると思いますが、チーチーしに行くのが面倒だったりするので、レジ袋などのゴミ袋もあるといいと思います。あとはペットボトルのドリンクも会場内では高いので1本ぐらいは持っておくといいのかなと思いますし、冬なので防寒対策にカイロもあると安心です。そして今までご紹介したものを入れるバッグが必要になります。大きいものだとリュックの方が手が空くし、小さいものだとウエストバッグがいいのかなと思います。会場内にクロークはあると思うので、荷物が多い方は預けて小さめの移動用のバッグがあるといいと思います。で、後ほど服装の時にお話しますが、少しサイズに余裕の持ったバッグをお勧めします。また、クロークを使う場合は、出し入れ可能かの確認が必要で、他だと出し入れするたびにお金がかかってしまいます。個人的にはクロークはほとんど使ったことがなく、預ける時も取り出す時も並んで時間がかかるのは、限られたフェスの時間を考えると、もったいないと思ってしまいます。と、持ち物については以上となり、続いては服装についてお話ししていきます。冬フェスにおいては極論を言うと、何でもいいと思っていて、もちろん動きやすい服装だったり、女性はスカートではなくパンツやスニーカーの方がいいというのもありますが、そうでなくてもなんとかなると思っています。ただ一つ気をつけておくことは、寒暖差に気をつけるというのがあって、外は寒いけど会場内は暖かい場合があるので、すぐに着脱しやすい服というのが便利で、ただでさえ混雑するトイレに着替えに行くのは時間的にもったいないので、前開きが可能なボタンのシャツや、ジッパーが付いたパーカーだったりすると、その場で着脱が可能なのでおすすめです。また、暑くて上着を脱ぎたい時のために、先ほどお話したバッグに少し余裕を持たせておくと、上着を入れることができます。また、その上着もかさばらないような、小さくまとまるタイプだとバッグに入れやすいと思います。個人的には裏起毛の格子ジャケットなんかは、あったかく小さくまとまるのでおすすめです。
と服装については以上となり、最後に当日の動き方についてお話しします。これも以前のフェス動画でお話したことはあるんですが、一番重要なのは人と同じ動きをしないということで、会場時間ちょうどに行くと混雑するし、飲食店も昼時夕時になれば並ぶことになると思うので、少し人より早く動くことを念頭に置いておけば無駄に並ぶ時間が省けます。トイレに関してもメインステージの転換時間にみんな行って長蛇の列になるので、ラスト1曲の時から動いたり、終演の時もラスト1曲で聞きながら帰ると混雑に巻き込まれずに済むと思います。また屋内でのフェスは野外よりスペースが限られていて、入場制限がかかる場合があるため、お目当てのアーティストの出演時間より早く行くべきだし、フェスではリハの時間が十分に取れないために転換時間に 1,2 曲披露する場合もあるので、少しでも多く見たい場合は前のアーティストが終わる頃に待機していた方がいいかもしれないです。あとは以前より入場者数の制限は緩和されていると思うので、会場は混雑するかもしれないし、予定通りにはいかないかもしれないので、欲張ってスケジュールをつめつめにせずに見たいアーティストの優先順位を決めたりして、余裕の持った行動を心がけておくと、予定通りいかなかった時のストレスを感じずに済むと思います。と以上が冬フェスの心得となります。初めて行かれる方は実際に行かないと分からない部分もあると思うので、今回お話した内容を頭の片隅にでも入れておいてもらえたらと思うし、行ったことのある方にとっては一つでも参考になることがあれば幸いです。そしてこの動画をご覧になっている方で、今年はどのフェスに行くのかをよかったら下のコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。今回は冬フェスの心得というテーマでお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。